びっくりした。あ、これ当たるパターンやね。当たってないけど。わかりました。小木さんにも話を聞きたいですね。じゃあ残るは新事故かな。ユキシーの爪か。どこか温かみを感じるの。湖のポケモンって不思議よな。なんだか心に訴えてくるというか。ことぶき村がきな臭い感じです。あと一つ、急がれた方が良いかも。どういうこと？きな臭い？何かあった？きな臭い。どういうことなのじゃ。時空の裂け目の向こう、ポケモンの影が見えたとか。電木さんは調査だけではなく、もしものための討伐隊を組織したとか。一応紹介の人が教えてくれました。お前も一応紹介じゃろ。もしも、もしもですよ。時空の裂け目から本当にポケモンが現れたら、皆さんどうなることやら。なんかすごい余裕そう。あゆな、時は急げだ。赤い鎖の材料、あと一つ、もらい受けに行こうぜ。その息です。自分も歴史に残る一瞬、最後まで見届けますよ。見てるだけか。よいか、三つの湖をめぐり、赤い鎖の材料をいただいたら、霧の遺跡に向かうんじゃぞ。ふんふん、忘れとった、そっち。じゃ、とりあえず、ポケモンは大丈夫そうやね。行きますか。次はどこだ？新事故よね、きっと。ここだ。リシコやった。あれ、新事故はさっきのか。結構遠いね、また。ここか。あ、じゃあここに、金剛集落に行ったら結構近い。こっちの方向。ふぅ、これで試練最後か。いや、あれか？その霧の湖のやつも試練？それが赤い鎖のやつか。どう？あれはドジョッチやねん。このはまあ、じゃあ捕まえとるってことかな、全体的に。なんかめっちゃ見つかったけど。あれは、あれは、あ、何やったっけ。え、目赤いあれ。チョンチーかな。チョンチーの進化系の方かな。でもあれは捕まえてない気がする。リッシコですか。新事故と同じく火山噴火によって誕生したと言われていますね。ポケモン同士の戦いでくぼんだとの説もありますね。守っているのはアグノムというポケモン。アグノムが飛び回ったことで、人々に何かをするための決意というものが生まれた。そう言われていますね。お。アルセウスフォンが反応している。なんか今までと違う？今までもあんな反応やったっけ？あそこまででかい反応やった？なんと、先ほどまでなかった洞窟がエナさんを出迎えた。行こうぜ、アイナ。中には湖のポケモンを守るポケモンがいるのでしょうね。お気をつけて。次はどんなポケモンかな。さてと、何が待ち構えているんだか。何この子。ハリーセンみたいな子がおる。ただならぬ雰囲気のポケモンが待ち構えている。アイナ、気をつけろ。この時計、じい様に聞いたことがある。こいつは毒を持っているぞ。でしょうね。なんてポケモン、君。ぶっ刺し？そのまんまやないか。君の名前は誰？絶対ここ爆風じゃいかんと思うよね。ハリーマンやって。何それ、一文字しか違わんやん。進化系？あれなん。え？鉄砲をハリー戦。や、え、違ったっけ？あれ全然違うっけ種類。え、待って、じゃあ誰だ？効果抜群、10万馬力。え、地面でいけるん？相手水じゃないの？こっちに対しても効果抜群とかかな？
サイドン行くか。とりあえず。相手は水じゃないのかい？とりあえず、10万馬力。いいぞ、いいぞ。あと一発やね。あー、ほら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 。ですよねー。待って、もう一匹は誰だった？ドクロックか。あ、頑張れ。頑張れ、ドクロック。大きさにも差があるけど。大地の力。よっしゃ、いいぞ、いいぞ。イェーイ。とりあえずこれで3つの試練クリア。さすがだな、入んなよ。あ、でまだなんかあるんか。不思議な気配を感じる。おお、3人とも可愛いね。また語りかけてくるよ。諦めない意志を確かめたい。沈め玉を投げ続け、当ててみせよ。諦めない意志ってことは当てにくいってことなんやね。やだなぁ。現れた沈め玉、アグノムに当てろってことかよ。よし。無理じゃね？そのスピードは無理じゃね？次に現れる場所がさ、あれ予測できるとかじゃないと無理じゃね？めっ。え、なになになに？アイナの心に声が響く。諦めますか？いや、諦めないですよ、別に。そのうち当たるんかな。それとも、とりあえず諦めないっていう態度だけを示しとけばいいんかな。え、今の当たってないんか。なんだい、次は。アイナの心に声が響く。諦めるべきでしょう。まだ続けるのですか？諦めませんよ。最後まで諦めずにアグノムに沈め玉を当てる。多分これ最後はわざと当たってくれるとかじゃないのかな。待って、全然。どこに行ったんかと思ってやん。さあ、どうだ。アイナの心に声が響く。無理です、諦めなさい。それでも続けますか？諦めません。びっくりした。あ、これ当たるパターンやね。ん？当たってないけど。世界をつなぐために心の一部を授ける。あざす、認めてくれた。アイナはアグノムの牙を手に入れた。ディッシコに住む医師の神、アグノムの試練を達成した証、赤い鎖を作るために必要。速攻で消えたな。巡り終えたんだな。これで3つ揃った。さあさあさあ。え？何？もう出て行っていいんかな？なんか特にマークないんやけど。湖を巡る試練を終えましたね。めっちゃ時間かかるかと思ったけど全然やった。個人的にね。確か小人さんの話では、霧の遺跡に向かうのだとか。何が起こるのかはわかりませんが、遺跡に向かうことにワクワクしています。さあ、参りましょう。霧の遺跡ってどこ？もうストーリー中で連れてきてくれたよね、ありがとう。霧の遺跡。霧は境界を曖昧にすると古来より伝えられておりますね。自分たち人の世界、ポケモンの世界、そして神話の世界が交わるには、こうした舞台が必要なのでしょうか。
とはいえ、何をすればいいのやら。うん、来てやったぞ。見計らったように姿を現したな。さすがは年の功ってか。ああ、なかなかにすごいポケモンが何か助けてくれるのでな。ええー、何かと。でよ、どうやって赤焼き鎖にするんだ？知らぬ存ぜぬ。世界を繋ぐとされる寝具だぞ。人に作れるわけがないだろ。じゃあ誰が作るの？じゃあどうするんだよ。時間がねえんだよ、時間が。ん、なんか。ポケモン？あ、来た。三人とも来た。おお、湖の三匹。作ってくれる感じ？おお、赤い鎖。アイナは赤い鎖を授かった。今回は何も語りかけてこないのね。私たち一族が守ってきた約束、真実であったか。うん、長年の肩の荷が降りたわ。アイナさん、守備よく言ったようですね。ですが、世間はまずいことになっていますよ。何何？何がだよ。一応紹介の仲間から得た情報ですが、銀河団のボス、調査を待たずして天眼山に登るようですね。ん？意味がわからねえ。登ったところで裂け目に対する手段など持っていねえよな。山に登ったところで全然届かんと思うけど。アイナさんが赤い鎖を得たことをご存じないんですから。そうだよな。赤い鎖があれば大丈夫って教えてやりゃ、電木の旦那もとどまるだろうぜ。お、戻ってきた、ことぶき村に。何？え、なになになに、どうした？あれ？こっちに向かってなんか言えるわけじゃなかったんか。一人でうならだれとっただけ？うっかり通したけど、お前アイナだよな。ちゃんと見張れよ。生きていたのか。そりゃあね。いや、今まであんだけの冒険してきてこんな短時間で死ぬわけなくね。お前なら大丈夫だと信じていたぞ。なんなら私、村の中におるより外におる時間の方がずっと長かったけんね。ちょっと待ってな。隊長や博士に知らせてくるから。お、来た来た。アイナくん。博士、アイナのこと心配していたからって泣くなよ。泣いていません。僕は大人ですからね。テルくんこそ心配にしすぎで夜も眠れなかったではないですか。どうして言うんだよ。もうそんなに日付が経ったんですかね。アイナ、信じるなよ。あれ、篠星隊長は？博士と一緒に来るんじゃ。ああ、仕事が山積みで、調査体質で待つとのことです。何？このゲームの中でどれぐらいの日にちが経ったの？私、あの湖、ってか、ことぶき村から出ていけって言われて、湖の試練全部終わらせて霧の遺跡って1時間経ってないんですけど。電木団長が不在で大変なのですよ。団長は？はい。電木団長は警備隊と共に天眼山へ、自ら時空の裂け目とその向こうに見えたという、ポケモンの影を調査するとのことです。俺はいいやつだからな。代わりに門番も買ってれたのさ。とにかく調査体質です。これからについて話しましょう。てか、こっちの事情、微塵も聞いてないけど、全然普通に入れとるね、村に。称賛する。のたれ死にするなとの命令、よく守ったな。まあ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 、隊長のおかげですかな。そんなに何も活用してないけど。理解不能だ。ケイシーが勝手にやったこと、私としては不便の一言。勝手にやったこと？あの手紙ケイシーが代わりに書いてくれたわけじゃないよ。確認する。悠々な情報を得たから寿村に帰還した。間違いないな。 A、 赤い鎖ゲットしてきました。湖の3匹、赤い鎖。アイナは赤い鎖の説明をした。
世界をつなぐという神話の道具。電木団長は寿村にいない。何でも物見の警備隊より時空の裂け目、その向こうにポケモンらしき怪魚が見えたとの報告があったのだ。電木団長は万が一に備え、警備隊と共に天眼山、山頂の神殿に向かわれた。いくらボスが強くても、アイナの力を借りた方がいいのに。調査隊隊長として命令する。私銀河団を抜けたんじゃなかったでしたっけ？都合よくまたなんか入れられとるけど。アイナ、再び調査隊の一員として天眼山に赴き、赤い鎖にて事態を収めよ。メイン任務、天眼山の頂きで。隊長大丈夫ですか？ボスが留守なのに。そこの責任は私が取る的な。留守を預ける方が悪い。あ、そういう、そういうこと言う感じ？島星隊長。僕も行くのです。待って、めっちゃ笑顔なんやけど、てる。僕たちは調査隊ですからね。行くな、とは言っていない。いやー、いいやん、隊長。いいね、いいね。え？怖っ。何？なんでこんなとこにロカリオおるん？めっちゃ怖いんやけど。なんか普通に立っとるんやけど。何？どうした？え？何？君。何ですって？ルカリオどうかしたのかい？何？君みたいな、なんか一般人みたいな一般村人みたいなのが持つにはふさわしくないと思うんだけど、ルカリオ。私はハク、君は？アイナです。そう、アイナというのか。よろしく。ルカリオ。何？ルカリオも君から波動を感じたようだね。もし勝負をしてくれるなら訓練場に来てくれないか。え？サブ任務88、鋼鉄のルカリオ。え、めっちゃ強かったりするんかな、もしかして。ちょっと気になるんだが。倒せるかどうかわからんけど、とりあえず行ってみよっか。え、訓練場ってこっちやろ？え、ここよね？違う？あれ、何もマークついてないんやけど。あれ？ここではないの？訓練場って。ここですよね？中？いや、入れませんけど。何やってんの、この人。え？ルカリオは？え？ルカリオどこ行った？まあ、本部前に新しい依頼あるけど。え、任務リスト、サブ。鋼鉄のルカリオ。訓練場にいるルカリオと勝負する。え、ここやろ？訓練、あ、鋼鉄の、あっち？なんでそんな微妙にずれたとこにおるん？訓練場におれや。普通に。何やってんの、君。戦う準備はできたかな？はい、できました、多分。いろいろ語り合うよりまず勝負。それが私たちの流儀。何タイプが効くんかな？あ、結構レベル高いな。あ、技っていうか、まず、え、待って。あ、炎いけるね。火炎車。びっくりした。突っ込んでくるんかと思った。ターン制よね。めちゃくちゃビビったよ。やめてよ、ちょっと。攻撃も守備もアップしないでください。あ、いいやん、いいやん。いいよ、いいよ、爆風。待って、耐えて。お、耐えた！ってことはいけるよ？あと一回。おっしゃー！やったねー。さすが、爆風。イエーイ。クワン。いい勝負だった。ルカリオ、また修行しよう。ありがとう。君はいろんなポケモンと出会い、強くなっているようだね。私たちはいろんな場所で自分の力試そうと思う。じゃあ、また会おう。
サブ任務88、鋼鉄のルカリオ達成。もしかしてこれも定期的にやる感じのやつ？ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあでもなんかこのポケモンになってね、自分の頭の中に入ってなくてもどれの技が効くかとかちゃんと分かりやすく書いてくれとるけんすごい助かるんよね。